処方箋があれば薬用意できる。これはナナが自分に下した。余興の類じゃ。貴様を王城に引き連れて行った方が面白いことになる。ならば今日が乗るか乗らぬか。ハサミを投げたのは迂闊だったね。僕を倒すことはできないし、これで2本とも僕のものになった。はい、これあげる。ねえねえ、早く開けて。どうして？これ私が壊しちゃったのに。すっごく美味しかったです。でもなんか覚えがある味付けだったような。どこかでお会いしたことありませんか？なんか変な夢見ちゃった。お兄ちゃんお姉ちゃんおはよう。朝ごはんだよ。一面なら簡単なんだけど、二面を揃えるのって難しいよね。で、一体何があったの？新館長たちが集まって。これが空の旅。ハワイといえばパンケーキ、ロコモコ。強情なやつじゃな。まあそれはエトナも同様のようじゃが。お主らそんなくだらぬことで喧嘩しておったのか。しー、あたくしが漫画を好きなこと喋っちゃダメよ。館長、いい加減にしなさい。秘術かいくぐってみせなさい。行きます。ほとばしる炎よ、ボーパルフレア。この猫たちね、それぞれはみんなあんたのようなゲームの主人公の慣れの果て。どいつもこいつも